麻布中学校、高等学校は、東京都港区元麻布2丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立男子中学校、高等学校。高等学校においては生徒を募集しない、完全中高一貫校である。東洋英和学校普通科学校長、江原祖六が、同東洋英和から尋常中学校として、分離独立させて創立したのが、麻布の始まりで、 同校創立以来、高原に経営者を伴う存在だった、清水義松がこの時に参集した。1900年9月、現在の元麻布の地に移転した。学校存続のため、当時の明治政府の制度に習い、尋常中学校として分離独立して作られた経緯から、当初から男子に普通教育を施し、旧生一校など高等教育への進学に力を入れる。 救世中東教育学校を標榜していた。創立者の江原二代目が校長として麻布の基盤を築いた清水ともどもキリスト教徒だった。彼らは生徒に対して過度とも言えるくらい寛大な姿勢を貫いた人物として語られているが、学校運営も当時の国の制度に頼らず自由な校風を胸とした。その後現在に至るまで自由な校風として知られ、政財界から 芸能の世界に至るまで幅広く人材、遺彩を送り出してきた。設置者は学校法人麻布学園。交通アクセスは東京メトロ日比谷線広駅から徒歩10分ほど。高速がほとんどないのが特徴である。標準服はあるが、制服自体は1970年代の学園紛争末期に撤廃された。すべて月日が付属しないと市表示は年度である。 1995年までは、アザブ学園の100年による、校風は自由活達。校則はなく、生徒たちが自発的に考えたアザブ参勤がある。自主、自立の校風のもと、入学試験を除く、学園生活の大部分で生徒が自分で考えさせることが重視されている。そのため、服装だけでなく、頭髪や装飾品に関しても全て生徒自身に、 裁量が委ねられている。クラブ活動の運営なども生徒の手で自主的に行われている。麻布では生徒による問題行動が起こった場合は、担任をはじめとする教員間で話し合いをし、家庭にも連絡を取りながら、本人の反省が自他ともに認められれば、通常の授業への参加を認めるという方法をとっている。拘束がないこともあり、問題行動だからといって、定額。 退学処分にすることはない。1960年代までは制服着用や成績による序列化など管理がそれなりに厳格だったが、1970年代の学園紛争を通して校則や制服は撤廃された。かつての制服であった標準服が用意されており、希望する生徒は購入できる。爪襟、黒ボタンで現在はほぼ全員が私服である。 1990年代初めくらいまでは8割くらいの生徒が標準服を着ていたという。編成は男子校で1学年約300名7学級。高校からの募集をしない完全中高一貫教育である。学園関係者は中学1.23年生を英語で中学を意味するミドルスクールより M1.23 高校1.23年生をハイスクールより 英字1.23と呼ぶこともある。授業は中高一貫教育の利点を活かして、高一修了の段階で高二までの単元をすべて消化し、その後それぞれの志望大学に向けて選択授業制となる。麻布の教育では入試から卒業まで一貫して文章などを書くことに力を入れている。定期試験や実力試験では期日問題が目立ち、 論文力を要求される教科目も多い。例えば、現代文の授業では、物語文の要約中学卒業時にはグループでの卒業論文、高校一年時には個人で修了論文の提出が要求される。中学の社会科教育においては、第一学年に、世界という系統分野横断科目が設置されている。世界の授業内容は、世界地理、世界史及び、 政治、経済にまたがっている。高2の段階から理科と社会が選択制になり、理科は科学、物理、生物、地学のうち2科目、地理公民科は地理、日本史のうち1教科1科目、世界史、倫理、生計のうちの1科目の選択をする。そのため、理系文系混合学級では移動が激しくなる。通常高三では芸術科目は設置されないが、 芸術系志望の生徒の希望により7.8時間目に芸術の科目が設置される。週休2日制は導入されたことがなく、現在も土曜日は午前中のみの高校生は4時間授業、中学生は3時間授業となっている。2004年度からの学習計画改定を機に、中3から高2までを対象とした特別授業が3.4時間。様々な授業群の中から、 自分が関心を持つ題材の授業を前期、後期一つずつ選択して学習する。2007年度からは対象を、高一に都市、教養総合とした。講師は、学園教員に限らず、最先端の研究者が訪れることもしばしばある。開設される講座は毎年度変わるが、ラテン語入門、量子科学入門、相対性理論入門などといった、 大学教養レベル以上のものや運動に専念するもの、社会情勢を考えるもの、日本文化を考えるものなど様々である。土曜日の午後は多くがサークルの活動時間となる。また、中3では小説に対応した卒業論文を3人から5人で執筆する。対象作品は森鴎貝、ドストエフスキー、太宰治安倍工房、村上春樹。 サリンジャーのように様々である。そして高一で社会科基礎家庭修了論文と称し、社会科の学習をすべて終了したという意味で、社会科に関する事柄を論じる。論集は生徒が書いた様々な文章を掲載する冊子であり、年に一度発行される。レポートで集めた文章から良質な文章を掲載するもの、生徒自身が論集に投稿するものがある。 別冊が付随することもあるが、おおよそ300ページから500ページほどの冊子である。表紙には、毎回動物の絵が描かれる。東大や総計などの難関大学へ、毎年多くの合格者を輩出している。合格、進学先は東大が、最も多く、例年数多くの合格者を輩出している。高校別東大合格者数ランキングで、1954年。 以来上位重要を維持している唯一の学校である。アザブには一般の学校でいう生徒会というものがなく複数の自治機関が並列に存在している。なお予算委員会は生徒会設立への過渡的な組織として発足したが、現在は三権分立を基軸とした自治改革が行われている。主な自治機関は予算委員会、選挙管理委員会、サークル連合、 文化祭実行委員会、運動会実行委員会の5つであり、それぞれに代表者がいる。なお、前者3機関の代表者は、間接選挙、後者2機関は直接選挙で生徒に信任される。前者3機関は、各機関の規約に基づき、毎年度組織され、運営される。後者2機関には、規約は存在しなかったが、2013年5月に、 高級的な規約が制定された。また、運営されるすべての組織は、教師の監査や干渉がほとんどない。教師側は、生徒委員会を作っており、その主任が最低限の監査と、生徒からの相談を受け付けている。教員側の決定と、生徒側の決定が衝突することはあっても、生徒側の意思決定過程に教員が直接、介入することはない。 70年大学園紛争を経た麻布の自由と父を表している。全校生徒から集められる1300万円の生徒、活動費を管理、分配する委員会。以前は生徒解説率までの過渡的な機関として存在していたが、現在はその役割を終えている。中1から高2までの各学級から制服の2名が選ばれ、また、 学年代表として1名が各学年から選ばれる。内部には議長団と事務局という機関があり、毎年度最初に行われる本会議で議長団の構成員として議長、副議長、初期2名が事務局の構成員として事務局長、副事務局長2名、事務局員数名が予算委員の中から選出される。また内部には小委員会制度があり、 それぞれの専門事項を扱う。常任省委員会は、監査局と法制局で、前者は、麻布自治における、監査、処罰を、後者は、規約整備の補佐、規約解釈を行う。この他にもいくつかの特別省委員会が存在する。委員長等の明確な代表は存在しないが、立法の長である議長が、実質的な最高権力者である。麻布寺地における、 最高意思集約機関であり、事実上の最高権力と考えられ、法律のように緻密な規約、規定、ガイドラインに従い運用される。少なくとも、年2回行われる選挙を管轄する団体。選挙団体は選挙管理委員会から支給される、選挙費用を使って、選挙運動を行う。学校側が選挙のために時間を割くのは、投票時だけであり、しばしば討論会が開かれるが、 これも昼休みや放課後に行われる。選挙管理委員会規約には一定数の生徒の署名に応じてあらゆる規約に対して上位決定権を持つ全校投票を行わなくてはいけないという項目がある。この制度を利用して文味、文実の文集の予算削減を求める文集選挙が行われた。これには以下のような理由があった。 加盟する各サークルのサークル連合担当等から構成される団体。サークル活動による予算申請はすべてサークル連合を通して行われ、サークルの予算審査や配布額の決定等を行っている。議決権はサークル単位で存在する。3学年以上にわたる7人以上の生徒と最低1人の顧問がおり、部員定数を揃えた活動は、 サークルとして認定される条件を満たす。顧問就任を要請する段階で教員による活動が学内公認活動に値するかというチェックはされるものの、それが満たされれば予算配分などはサークル連合を主体とした生徒に任されているため、教員はあまり関わらない。いくつかのサークルを挙げる。毎年5月に生徒主導で行われ、 毎年3日間で3万人近い入場者数を記録する学園の一大行事である。文美によって企画、運営される。2013年度までは、前年度10月の運動会が終わった頃に委員長、会計局長を選出する選挙が行われ、決定するとそのペアが各部門の部門長を面接して文美を結成していた。これは、 委員長と会計局長の方針にて決まる。立候補者は高校1年生がほとんどである。予算は700万から900万円規模に上り、生徒の手で管理される。文化祭でのそれぞれの出し物を展示と呼ぶ。展示は主に研究展示と娯楽展示に分かれる。研究展示は文化部に多く、それぞれのサークルの活動を報告したり、 文化祭に向けて作成してきた作業を発表する展示が多い。娯楽展示は来校者を楽しませるべく飲食、お化け屋敷などの企画を実施する展示が多い。特に研究展示で顕著であるが、来校者の投票による展示対象の獲得を目標とする展示が多い。その他、種類は年によって左右するが、研究展示賞、娯楽展示賞、有志展示賞、 校長賞などが存在する。来校者のうちの多数を占める、小学生とその保護者が楽しみやすい展示が、展示対象を取ることが多い。アザブパーソナルコンピュータ研究会、物理部無線班、生物部、科学部などが過去に賞を受賞している。各部活が展示を出すほか、有志団体による展示も手厚く支援され、友達同士で飲食、娯楽、研究展示を出す生徒も多い。 学級による展示はない。近年は主にコアな種また、2010年からは、半教室制が導入され、教室の半分を使った、小規模な展示も行うようになった。これらは主催で分けると、部活展示、有志展示に、目的で分けると飲食展示、研究展示に分けることができる。2005年の文化祭では飲食展示で食、中毒事件を起こし、 教員の指示の下で急遽すべての食べ物の販売を停止した。また、この影響でこの年の運動会では、接待部門はその場で調理をする食事の提供が禁止され、業者の調理一般を事前の学内の購入希望者に対し、定数販売するのみで来校者への販売はなしという方式を取った。2006年の文化祭では、飲食部門の調理は復活したものの、 展示団体のいわゆる飲食展示はほとんど行われなかった。2014年に従来の部門制が改革され各クラスから選出される執行委員によって構成される5つの局および従来の局長および部門長は企画局の局長および実務団体の団体長に分けられ局長はクラスから選出される執行委員の中から立候補投票によって選出され 局長が団体長を全校に公募して面接を行い選出、そして実務団体の構成員は全校から広く募るという方針をとっている。2019年に規約改正が実施され、主に次のような変更がなされた。2019年現在の制度による各局は以下の通りである。実務団体は各局の仕事を遂行する。なお、 2013年までの文実の各部門は以下の通りである。現在の制度の局及び実務団体の仕事と重複するものも記載する。また過去には相談部門があった。2004年に文美と一般生徒との確執が強まった結果、溝を埋めるために作られた。しかし、抽象的な活動を行うため規模を縮小する要総務局に指示され、 廃止された。他にも、広報部門などが存在していた。文化祭に比べて郊外からの来場者数は少ない。運命によって、企画、運営される。文化祭が終わるとすぐに、委員長、会計局長を選出する選挙を行い、文見と同じ手順で運命を結成する。普通高校2年生のペアが立候補するが、しばしば高校1年生や高校3年生の候補も、現れる。 1994年の運動会は、校庭改修工事により夢の島競技場を借りて実施した。また、2014年の運動会も学園外で行われた。2007年は運動会を行わなかった。さらに、2013年9月18日には、旅重なる不祥事のため運動会を中止することが決定され、同年の運動会は中止となった。特色の一つとして、 周辺の行動の使用許可を取り事前に希望した生徒が数キロメートルを走るロードレースという競技がある。ただ2008年は教員主導で運動会を行ったためにロードレースはやらず2009年は中止になり教員からの差し止めや生徒自身で行わないことを決めるなどしその後現在に至るまで校内マラソンという形になっている。また、と競争はない。 学級対抗の縦割りによる応援団が結成され L 交換を行う。なお、2013年に発生した一部の生徒による不祥事による運動会中止を受け、2014年運動会より運命に代わる実行母体として運動会執行委員会が設置された。執行委員会は各クラスより選出された執行委員によって構成され、運動会に関する会議、 実務などを行う。各執行委員は局に属し、各局において実務を行う。2018年の運動会は、同年に行われた規約改正をめぐり運側と教員側で対立が生じ、全校集会での議論などを経てもなお溝が埋まらなかったため、生徒の手による開催は断念せざるを得ず、教員主導による運動会となった。 2019年に最後規約改正が行われ、上記の対立の原因は解消された。2019年現在の各文化局は以下の通り、前述の文に、運味と名称や実務内容が同じものも挙げる。唯一、教員の身によって行われる対外的な行事である。2月1日に入学試験を実施、2月3日に合格発表を行う。入学試験は、 国語、算数は試験時間60分で60点満点。社会、理科は試験時間50分40点満点である。かつては入試前に体をほぐすため受験生にラジオ体操をさせていた。今は昼休みの時間にグラウンドを開放しており、校庭で友達と遊び、息抜きをする受験生もいる。また、2月1日に、 大雪が降り交通機関が麻痺したこともあったが、受験生を可能な限り受け入れるため受験時間を大幅にずらして入試を実施した。また、以前は2月1日と2月2日の2日間で入学試験を行っていた。麻布中学校、高等学校の人物一覧を参照独自に麻布文庫と称して学校に関係する事柄や教師の著作物を書籍化している。 文庫と称しているが、半径としては新書に近い。事務室で販売されている。ありがとうございます。